皆さん、はじめまして、ドリオンと申します。今回はですね、昨日の夜に出たアジア開発の IR を、今見ていきたいと思うんですが、東京機械との、進展というかですね、持ち株を減らすのがもうそろそろ期限が迫っているというのを最近の動画でも、何度か言っていたんですが、昨日もですね、東京機械、ストップ高になったりとか、ちょっとこう動きが、いつもと違うなというか、どうなるんだろうなっていうとこまでは、動画で言っていたんですが、8% 減らすではなくてですね、保有率が 8% になるまで減らすということで、大規模というかね、事実上も撤退というような売りになりました。今までは 8% 減らして、32% にするというとこだったんですが、もう 32% 減らしてですね、保有比率が、8% ということで、今後、東京機械とのというかね、東京機械の臨時株主層が開いたりとかですね、一緒にやっていくみたいなことは、事実上もなくなったということだと思います。で、その販売先というかね、その今持っている株をですね、売買するのが、読売新聞、東京本社を筆頭にですね、中日新聞、朝日新聞ということで、大手新聞社に、買ってもらうという形になってます。なので、今後、その東京機械アジア開発の件に関しては、一段落というか、一回終わる形にはなると思うんですが、ただこの掲示板とかね、SNS 見てても、取得額より、安く売却することに至ったということで、記事とか見てると、16億ほど、損失が出るんじゃないか、特別損失として計上されるんじゃないかと、3月期ですかね、の、決算にマイナス16億の特損という形になるんじゃないかと、なっていたんですが、たられ場になってしまえばですけどね、例えば株価が2000円とかね、3000円ぐらいになっていた時に売っていれば、数十億のね、利益で売れたんじゃないかとかね、もありますし、プラマイゼロで売れればよかったなとかですね、形として、どちらにもこう、譲歩する形というか、アジア開発としても、もう期限内に売らなきゃいけないということで、買い取ってもらえるし、で、今直近、ストップ高というかね、株価が上がっている状態で、残り 8% も、できるだけ高く、売れるような形で、一段落というかね、最終的に、話し合ったんじゃないか、みたいなことも書かれていて、この記事というかね、IR にあること以上はですね、ちょっと推測になってしまうんで、わからないんですが、こちらの記事でもですね、新聞印刷用の輪転機大手東京機械のですね、株式を保有していたアジア開発がですね、持ち株の大半を新聞社6社に売却すると発表ということで、保有する 40% のうち 32% が、譲渡されてですね、このうち 25% が、より読売新聞が取得するということで、対立を続けてきたんですが、事態は収束するということで、一見この件に関しては終わりそうですね。なので、アジア開発としては、ちょっと特別損失というかね、マイナスなものも出てしまいましたし、東京機械に関しては、撤退ということで、目標というかね、やりたかったことは、できなかったということなんで、正直、プラスのニュースではないと思うんですね。すごい、ポジティブに捉えれば、悪材料出尽くしで一回下がって上がるとかは、考えられなくもないですけど、目先ね、これだけ見たら、やっぱりちょっと、マイナスインパクトが大きいのかなっていうのが、すごいシンプルな考えなんで、ここからはやっぱり特設銘柄を、
解除したりとかですね、まあ一旦、ちょっと規模というかね、金額減ってしまいましたけど、まあ、現金が戻るというかね、お金が入る状態で、それをもうどう生かすかというかね、まあ、次以降の、やはりこう、進展、まあ、プランですよね、にかかってるんじゃないかと。まあ、正直、この、ものすごいいいニュースとかでもないですし、まあ、ただちょっとね、東京機械との、まあ、だらだらというかね、長く続いた、この件に関しては、まあ、終わりを迎えたということで、まあ、最後ですね、何か切り替えてというか、まあ、次の、プランに移行することなので、まあ、もしかしたら一回株価も下げてね、株主が入れ替わるみたいな状態になるかもしれませんが、まあ、ここからはもうアジア開発のこう次のプランに、注目が集まりそうということになります。で、今回はですね、まあ、アジア開発、のこのニュースに関してのみの動画になるので、以上です。で、まあ一応昨日の段階ですね、まあ、遅い時間に出たんで、そんなにこう PTS というか株価に反映も少ないかと思いますが、まあ一応この IR が出た後のアジア開発の PTS 自体は、まあそこまでこう影響を受けてないというか、無風だったんですが、まあこれ来週というかね、また月曜日以降、まあ、ニュースが広まっていって、まあ上げてくるのか、やはりシンプルにこうマイナスのインパクトが来るのかというところで、来週以降の動きに注目していきたいと思います。今回は以上になります。で、右上のところのブログのリンクで、スマホの方は下の概要欄のブログのリンクなんですが、記事を更新しまして、まあ、アジア開発の、まあ、こちらのニュースの記事になっています。よければ、チェックしていってください。で、よかったらですね、チャンネル登録していただいて、また別の動画もチェックしていってください。ありがとうございました。